今回はミドラと埼玉ならどっちが強い？に対する美食家の反応を紹介します。マザコン度がミドラに勝てるやついる？マザコンキャラってあまり思いつかないわ。氷河とか結構なマザコンだけど、うん、Tクリストフですとかマイノリティワールドで一発じゃん。あれ一流のコピーしたもんだろ。自分で身につけた技なんだから別にいいだろ。じゃあゼロパンもダメじゃん。ガチで埼玉でもきついキャラだな。ミドラって別に作中最強じゃねえぞ。同じ作品のキャラじゃないのに作中序列関係ある？埼玉だって別に全ジャンル最強とかでは全然ないんだからよくね。フローゼと出会いを教わった家族との食事、フルコースかそれ。フローゼとの出会い、それが私のフルコースの前菜だ。全てはあれから始まった。あのバカ女、フローゼのことを言ってるのか？このレベルだと埼玉普通に負ける。埼玉のマジ殴りでも地上から撃って天体破壊はできてないからな。三下の虎はパワーが余裕で惑星破壊レベルある上にマイノリティワールドとか電子操作能力まであってチートすぎる。最終戦のミドラって食運吸い切らないとろくに攻撃も通らなかったよな。アカシアやジョアすら消せないのにマイノリティワールドとか埼玉に効くわけない。ジョアは最後に消えかけてただろ。食運で守られてないと無理。ジャーゾンゲヨウも殺せないな。この二人が戦う理由ある？虎は人間界壊滅させて食糧危機に陥らせてんだけど、少なくとも埼玉的に一度出会ったら戦わなきゃいけん相手だよな。桁違うだろ。ミトラがはるかに強い。破壊規模が地球の数倍の大きさの惑星だぜ。ラストバトルは単純なパワーでもトリコ勢が上の、さらに能力まである。後半は食に関係ないトンチンカンな設定を何でもグルメってつけてインフレさせるだけだったな。これなんでも攻撃にマジつければいいと思ってるワンパンマンへの嫌味。このレベルのパワースケールと能力には勝ち目ないと思う。というかサンデシは全員埼玉倒せそう。グルメ度で勝負だ。ミドラは人間だから埼玉は戦わないだろ。わざわざグルメ界にも行かないし、明確に人類を襲う40くらいしか退治しない。少なくともネオは人類どころか全宇宙の生態系の危機なんだから行かなきゃダメだろ。アジサイとかかってたガキの頃をゼロパンして終わり。ミドラが時間逆行をコピーしそう。ガローの時間逆行原理が放射線を逆回転とかなんとか物理的なもんだから間違いなくコピーしそう。また来たのか埼玉アンチ。そういやもうヤンシャイシャイの時間系能力を無効にしてたな。ミドラゼロパンも無意味か。僕の大好きな埼玉先生をバカにするな。あってだけか。読んでないから知らんけど、埼玉って確かパンチで敵の過去消せるようになったんじゃなかった？さすがに取り越し用人物で強い方は無理。八尾の何体かと八尾以上の三弟子からは勝てん。でもネオとかアカシアならなんか勝てそうな気がする。パンチごと食われて終わりそう。というか殺したってグルメ細胞の悪魔だから復活するし、そもそもただ殺しても意味ないのがネオだからな。同じラスボスでマンキンの歯を思い出した。コンムリョーナのかいいことを知ったありがとう。ハゲマンと埼玉のことを言ってるのか？埼玉先生との出会い、それが私のフルコースの前菜だ。全てはあれから始まった。ただのパンチで月まで殴り飛ばせるので、まあいい勝負にはなるか。ハゲノが上まであるリミッター解除がコピーされるかどうか。ずっとやってんなこの手のノリ。トリコの世界って地球やたらでかくなかったっけ？いくらなんでもトリコが地球丸ごと破壊するのは不可能だろう。余裕でできるぞ。なんならトリコ世界は現実の地球の何倍もでかい設定。マザコンはともかく下伸ばして戦うのは最後までキモかったな。ミドラ、ジャック、ハンマーみたいに噛みつきでも戦ってもよかったかもしれない。中盤はさすがにキモすぎるから科目視できない速さで一瞬で出してすぐ戻すみたいな描写になってたな。元のフィジカルが惑星破壊級に加えてマイノリティワールドも食運もあるからいくらでも料理できんだよな。ミドラには勝てる気しないけど、アカシアには負ける気しない。トリコには負ける気しない。ギャグ漫画のキャラだぞ埼玉。トリコもギャグ漫画だろ。ギャグ作家だけど一応ファンタジー漫画だろ。じゃあタケシのが強い？半端にバトルしてたらギャグ漫画ではない。ってことはワンパンマンも別にギャグ漫画ではないってことか。だったらワンパンマンもギャグじゃないじゃん。ギャグ漫画って別に誰にも負けないって免罪符じゃないのによくそれ言い訳にしてうやむやにしようとするよな。まだキングとゾンゲ用の絡み考える方が面白いわ。食運が地味に厄介食べて恵まれたら相手の攻撃が一切当たらなくなったりとかチートだし。五条先生は虚空のボイドに負けそう。作中でも基本的に運ないし、埼玉の食運は多分皆無だと思う。ギャグ漫画だから手のを当てはめるなら埼玉よりボーボボとかあられちゃんのが強いってことだろう。
その二人作中最強ですらないだろう。それさえ玉がボーボボとアラレちゃんに勝てないことに何も関係なくね。なんならワンパンマン自体はギャグだけど、ギャグ描写になると途端に弱くなるような埼玉化を捕まえられない司会猫の爪で痛がるし、ひょっとして呪術の後羽で勝てる。魂の共鳴効果だから後羽に付き合うか、残虐性で後羽を萎えさせないと対処できない。いいもん食ってないやつは土俵にも立てないグルメ界だと結構なバトル漫画のキャラは脱落するよな。素食の相丸や一流は強いじゃん。マジで例外すぎるんだよな、その二人。特に一流なんなんだこいつは本当に。というかトリコ世界はいいもん食うのが強くなる。早道他の漫画キャラもトリコの食材食ったら超絶パワーアップしそう。ハゲは舞台装置みたいなもんだから、作者が勝たそうと思えば何でも勝つし、負けさせようと思えば何でも負けるよ。埼玉は単純に強すぎるから、どんな過酷な展開もギャグになってるだけで世界観ひっくるめたギャグ補正で強いんじゃないだろう。割といい感じの勝負しそうだ。肉弾戦はともかくミドラは能力系が反則すぎる。言うて埼玉と張り合うパワーとかコピー能力とかガローみたいなもんだろ。そのガローがあしらわれてんだから、いずれ成長で超えていく。ミドラのキャラって誰も止められなかったガローみたいなもんだよな。結局こじらせた中年。そもそも運が強いだけのやつがランキングトップに行ける世界と、食運操作できるやつがいる世界じゃ話にならなくない？もう即死チートに挑んでこいよハゲ。ワンパンマンからワンを引いてゼロパン良いよね。トリコは食材系モンハンでよかったのにね。ギャグ的な絡めて能力でもハゲは無効化してギャグ台無しにするの？チキとゼットンを戦わせてた頃から何も進歩していない。ジャンプとコラボしたマーベル漫画がある以上 HOTU サノスに消されてるよハゲ。村田版だと際限なく強くなるから、戦ってるうちにとんでもないことになる。不毛な争いだ。トリコの方が好きだからミドラのが強いと言いたいが、ワンパ信者があれこれ条件つけないとどうにもならんてのが分かった。ハングリースペース、マイノリティワールド、グルメラックを埼玉がどうにかできると思えない。マイノリティワールド、グルメラックはギャグで無効化するしかないけど、ハンガリースペース、王色晩餐、威力が強すぎて消滅させて見えるだけで食べてるだけの物理攻撃だから効かないのはあると思う。あの世界現実よりずっとどでかい地球が壊れるような攻撃普通に繰り出してくるし、概念も普通に干渉してくるからな。トリコ世界で戦えるやつ自体少ない。そこら当たりはギャグで避けたり無効化できそうではある。ただ埼玉の攻撃でマザコンに効きそうな攻撃がなさそう。ギャグマンの最強理論は両津がしぶとすぎるのが悪い。強さの上限が出てないキャラをどう比べろと。戦うのがトリコ世界なら先手を取った方が勝ち。埼玉は作中最強格相手に出したパンチならミドラ相手でも火力が足りて、ミドラはマイノリティワールド課金の缶詰に封じ込める。ワンパンマン世界なら埼玉には特殊能力もなんやかんや効かないだろうし、封じ込めても出てくるだろうし、ミドラ以上の火力でも埼玉には通ってないから埼玉の勝ち。トリコもギャグ入ってるからギャグ補正使えないのくさ。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。